久しぶりです。ゆきのです。それでは、今週のかぐや様はコクラス隊第188話について、簡単にまとめていきたいと思います。今週のツバメ先輩、もうすぐ卒業、2年生は今頃、バレンタインイベントを終え、物語は3学期後半へ向かう。3学期後半ということもあり、3年生のツバメ先輩たちは自由登校へシフトしていた。そんな中、学校を訪れていた彼女は、在学生である後輩たちが直面している3学期学年末試験のことを考えていた。今週の石神くん、何やってんだ僕は。時間は前回の試験結果発表後に遡る。試験で50位以内に入ることをかぐや様に誓った石神くん、非常に悔しい思いをした石神くん、そんな彼は自身の目標に向かい勉強をするでもなく寝とけをしていた。もちろん彼はそんな自分自身の弱さに嫌気がさしていた。そんな出来事から数日後、かぐや様から勉強の進捗具合を聞かれる。かぐや様から勉強のことを問われ、嘘が大嫌いなかぐや様に対し嘘をつくというやべえことをしてしまう石神くん。しかし即座にその場で、嘘です、全然できてませんと正直に自身の心境と進捗具合を訂正する。するとかぐや様は正直者の彼を慈しむようにアドバイスと電子錠を与える。電子錠といっても今回は昔みたいな使い方はせずに、彼自身に使用の有無を任せる形で石神くんに貸し与えた。一度施錠すると5時間は解除できず、何もない部屋でひたすら勉強だけができる環境を構築するために、さらにかぐや様のアドバイスで息抜きにプレイするゲームも言語設定を全て英語に設定し直していた。それ以降彼はかぐや様に言われた通り自身の弱さを制御しながら勉強を続けることに成功する。こうして勉強漬けの日々を積み重ね、場面は3学期学年末試験結果発表日へシフトする。このような努力を重ねた結果、彼は見事に50位以内36位に成績を刻み、かぐや様に改めてお礼を告げるのであった。ありがとうございます先輩と、今週の大賞 F 石神くんチョコは来たからちょっともらって。慈愛に満ち溢れる彼女は生徒会室で勉強する石神くんにチョコレートを与えたも歌、断じてバレンタインイベント時にもらいすぎて自身で処理できなくなったチョコレートを処分したわけではない。単にとんでもねえ量のチョコをもらいすぎて食べすぎて飽きたのである。要するに彼女はチョコを食べ飽きたのである。だからこそ彼女はチョコを食べ飽きたのである。今週の会長、今回の試験前は石神に仕事回したくないからな、主だった出番はなかったが、3学期学年末試験に向けて勉学に励む石神優に負担がかからないように珍しくパソコンを使い、彼が勉強に集中できる環境を作っていた。今週のみこちゃん、これ叱った方がいいの？生徒会室でゲームする石神をいつものように注意するみこちゃん。しかし、そのゲームの言語設定は英語に置き換えられており、ゲームと勉強を兼ねた最強のスタイルが確立されていた。その様子を見た気まじめなみこちゃんは、注意すべきか否か悩み始め混乱した。かわいいかよ、今週のかぐや様、今、私は、本当に大事な話をしているから忘れないでね。前回の試験から数日後、かぐや様は、石神くんに勉強の進捗具合を尋ねていた。そんな彼女の言葉を聞きうろたえながら受け答えをする石神優。そんな彼の様子をただ目して聞くかぐや様。しかし彼が正直に現在の心境を彼女に伝えると、かぐや様はそんな彼に優しく助言をした。このような経緯で石神くんに電子帳を渡し、彼が勉強に集中できるようにアドバイスをした。そして場面は3学期学年末試験結果発表日へシフトする。ついに学年で50位以内に入り36位を取った石神優。そんな彼の努力をずっと見守り続けてきた彼女は、彼の隣で涙ぐみながら石神優を称賛したのであった。今週の早坂愛、スマホいじっちゃうなら、Apple Watch だけ持つようにしたらどう？私が以前使ってた iPhone に。場面は、バッティングセンター界の一幕、石神くんと、ベンチで何かを話していた時の会話内容が明らかになった。彼が勉強できる環境を作れるようにアドバイスをしたり、物理的に協力してくれたりしていたのである。マシンガントーク炸裂である。かわいいかよ。今週のまとめ&感想&考察、今週は石神回でしたね。ぜひともアニメで見たい内容でもありました。そして、彼の今までの努力が、綺麗に実を結んだお話でもありました。あと、かぐや様が、石神くんの嘘を聞いてる時の目が怖かったですね。彼女の話し方や驚いて口を開けていた様子から、石神くんが勉強に集中できていない状況を見抜いていたのかもしれませんね。嘘が大嫌いなかぐや様、石神くんは、バッドエンドにならず、見事に正しい選択肢を選び抜きました。ちなみに、かぐや様の友達テストでは、会長や早坂さんですら、未試験扱いであったのに対し、彼女の中で、石神優だけは、特例措置みたいな捉え方がされていたりします。そういう意味では、今回のあの場面は、かぐや様の審美眼が証明された瞬間でもありましたね。そして、かぐや様の、
本当に大事なお話の場面は何らかの伏線っぽかったですね。つばめ先輩が大仏さんとかぐや様に語ったえぐい計画と関係があるんでしょうか。謎です。そして早坂さんのマシンガントーク、めっちゃキラキラしてましたね。かわいいかよ。あと試験結果でやたらと存在感のある名前が今回もランクインしてましたね。その名もアッソニー・ジャービ知らぬい衣である。アッソニーは前回の47位30位とかなり成績を上げていましたね。知らぬい衣の方も49位41位と成績は上がってました。今回名前が見られなかった生徒会新メンバー候補の一人である阿部弥生は読み方不明に関してははっきりとした描写がありませんでしたが、多分成績上位陣に名を連ねていることでしょう。何にせよ前回の試験でも阿部姉妹兄弟の二人は点数や順位が全く同じだったため、今回も同じだった可能性があるのかもしれませんね。簡単ではありますが、以上が今週のかぐや様はこくらせたい第188話に関する簡単なまとめ動画になります。そしてここからはかぐや様を語りたい第95話について簡単にまとめていきます。時系列としては早坂くんと会長の禁断の愛の形が藤原初期の脳内で発覚した頃の裏話、今週の個性理科、全ての愛は平等でなければならないのだから、学内で木野カレンと藤原初期と共に談笑するエリカ、彼女はかぐや様の家でお泊まり会をしていた藤原初期に話を振る。それを聞いた藤原初期は、いえ、その、特に何もありませんでしたよ、と答えられました。突然、鼻血をボタボタと垂らし始めたやべえ状況から何かを察するマスメディアコンビ。こうして、木野カレンと個性理科は、藤原初期から、何としても情報を引き出そうとする、必死に抵抗する藤原初期であったが、そんな彼女に、エリカは、味噌マフィンを持ち出し、交渉を仕掛けてきた。さすがの藤原初期といえど、味噌マフィンの誘惑には勝つことができず、お泊まり会の詳細を話す羽目になった。その話を聞いたエリカは、国内の社会問題に思考を巡らせ、グローバルな視点で物事を推し量り始めた。私たちの国は、世界に比べ遅れているから、もっと、自分たち若者がしっかりすべきであると。こうしてかぐや様の尊さを再確認したエリカは、満足な笑みを浮かべる。そして、有意義な時間を遅れたと、隣を歩くカレンに話を振る。すると、カレンからとんでもねえ言葉が返ってきた。今週の木のカレン、そういうの全部いける靴ということでよろしいですわね。とんでもねえ方向に振り切った個性理科とは異なり、頭の回転が早く聡明で、常識人で、妄想力が異常に高い木のカレンは、藤原の話ぶりから全てを察していた。会長と豊崎くんが、友達という関係から一線を越えようとしているのではないかと、このような経緯を経て、藤原初期と同じように苦悩する木のカレン。しかし、個性理科のグローバルな意見を聞いたことで、彼女を見直し自身の思いを口にする。エリカも会長かける豊崎くんや会長かける石上会計でいける口だったのかと。こうして純粋な個性エリカに対しとんでもねえ知識を伝授したのであった。今週のまとめ&感想&考察、コミックスで言うと第11巻に収録されている本編の裏話会になるお話になります。本日も木野カレンがアクセル全開でしたね。それにしても豊崎くんの人間性が彼女の中で完全にやべえことになっています。しかも修学旅行編では、風祭りくんと一緒に選択肢を間違えて、日の口みすずと駿河スバルと共に回るっしょ、押してしまいました。しかし、バレンタインイベント時に、豊崎くんも、友チョコをもらう描写が見受けられたため、今後、会長×豊崎くんの関係性が、どのように、木のカレンの中で変化していくのかが気になりますね。それにしても、今回のお話を見てから修学旅行編を読み返すと、木のカレンの中で、豊崎くんは、非常にとんでもねえ人間に見えてしまうのであった。簡単ではありますが、以上が今週のかぐや様を語りたいに関する簡単なまとめ動画になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの考察や感想などもあれば気軽にコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。足元に気をつけて警戒するように。